こんにちは、ママと萌えです。はい、ってことで今日はインスタのストーリーの質問で最近あった面白いこと、笑える話っていうのをこんな感じで投稿して募集したので、これを今から萌えちんに読み上げてもらって聞いていきたいと思います。面白い話あるかな。じゃあ早速レッツゴー。今歯医者におるんやけど、歯抜いてくれる人かわいすぎてチャック開いてますよって言われて恥ずかしかった。それもう普通に超気まずいパッティンですね。てかさ、読むの下手すぎ。もうちょっとスラッと読めないの。スラッと読むわ。はい、結婚して2ヶ月、毎日旦那さんの寝顔がブスすぎて辛いです。あなたの彼氏は？え、まあなんかワンワンブスみたいな、ブスかーみたいな感じかな。でもなんかまあ寝顔可愛すぎなくない？モチどんな感じ？めっちゃブスだよ。パンメだよ。いきます。先生のカツラが外れずれてめっちゃ笑いました。あー、でも痛くないやつやん。小学校の頃さ、なんかツラでさマラソン週間の時にツラ落ちた先生いたよね。いた。懐かしい。次は機種変したら、前は YouTube のチャンネル登録400個ぐらいしてたのに斉藤健しか残ってなくて謎。誰斉藤健って？佐藤だ。佐藤とキルだろ。誰だよマジで斉藤健って。それが一番やばい。いきます。はい。花粉症でくしゃみをしたら目の前にいた彼の顔に唾液が。え、でもこれよくあるくない？ももちもさ、思いにくしゃみするとき、なんかかけようとするときあるくね？ある。あるでしょ。覚えてないの？そんなのあったっけ？やめろよって。次。学校の制服のスカートのちょうどお尻のところにチョコがついて、それを生理の血と勘違いされたことです。ある？ないでしょ。けど、間違いそうじゃない？どちらか。逆に。あの個体がついてたってこと？個体がついてる。うんこついたりだって。夢で岩になった。どういう状態なんだろうね。どういう感情なんだろうね。自分が岩だったら何もしないわけでしょ。ボンってボンって。でも最近、うん、夢で岩になったことないな。なったことあるの？いや、なかった。すげえ。近所の組長の人が外でおしっこしてた。あらる。いや、でも男ってさ、すぐさ、その辺でおしっこするくない？組長は おしっこ外でしちゃいけないみたいな感じかな。急いでトイレに行って座ったら便座の蓋が閉まってた。え、じゃあ漏らしたってことか？だーみたいな。マジ？それはなんか哀れ哀れ。次。旦那とお風呂入って金玉見たらピクピクしてて爆笑した。金玉ピクピク、くさ。金玉ってピクピクすんだ。揺れるんじゃない？そっち？トリーズ。トリーズ。くそ。次。誕生日の日の次の日に彼女に旅行連れてってもらって、次の日に別れようって言われた。笑えなくない？笑えない。え、とりあえず旅行は予約してたから行ってみたいな感じなのかな。別れようってちょっと前から思ったけど。かな。次。髪の毛がブリーチに耐えきれずちぎれてしまった。あ、それはマジであるある。うんだよ。めっちゃ短い毛ある。後ろの毛とかめっちゃ短いし。次。学校のスクールバスで携帯見て一人で声出して笑っちゃったこと。あー、めっちゃあるあるじゃない？似合って感じ。電車とかさあるよね。あるよね。ずっと笑ってるくない？なんか笑ってる。もう LINE とかしてるとすぐ笑っちゃう。すぐ笑ってる。笑える LINE だいたいさ、みんな LINE とか打つときさ、なんか笑って送りながらめっちゃみんな真顔で送ってないみたいな感じじゃん。もう笑って送ってるときだいたいちゃんと笑ってくるくらいで。LINE してるとすぐ笑ってきちゃう。母親がスーパーの中にチャリで入って、やばいでしょお母さん。お母さんチャリンチャリンっつって、やばいじゃん。ヤンキーじゃん。いきなり名前呼ばれて半泣きで首をいきなり掴まれた。どういうこと？いきなり名前呼ばれて半泣きで首掴まれて直前？はい。サイコパスやん。次。居酒屋のバイトでおしぼりを渡すときに間違えて布巾ですって言うってお客さんに渡したこと。あ、もんもやったことある気がする。あ、雑巾ですみたいな。あ、雑巾だった、ごめん。間違えて雑巾ですって。うん、
元大きいんですって何をしたら分かんない覚えてないけど何回かの時かそれ居酒屋でバイトした時。次、彼氏に浮気された。浮気相手は現役 JK、 私も元彼も21歳。21歳、こっちで。じゃあ最後いくら今日も最後ね、次いきます、はい、ストレス発散のためにおならを思い切り出したらうんち漏らしました。22歳です。22歳、次は22歳。この気持ちわかる。おならしそうだったらボッて出てきそうな感じ。わかる、みんなでそうだよね。うん、まあでも22歳でも全然うんこは出ると。いや煽ってんじゃんそれ。22歳でもとか。いや、じゃあ最後にさ、もんちの最近のさ面白い話教えてよ。いやだよ。それで締めよう。最近の面白い話はね、うん、学校の帰りに車で送迎とか、まあ、お母さんとかにしてもらってるんだけど、うん、ちょっと太ってきたし今日はじゃあ歩いて帰ろうと思って、まあ、音楽聴いててさノリノリだし、インスタとかも 見とったんで、見ながら歩きみたいな、うん、そしたらなんかドブがあるの知らんくって、でっかいドブが、うん、足がおおってなってハマったの。めっちゃお気に入りで2回しか履いてない。フィラの学校用の体育の靴みたいなやつがあって、うん、でそれがくるぶしって言えばいいの、うん、はまっちゃって、自分の力じゃ抜けんくって、最初一回座って取れねえなとかしとって携帯置いてたので、携帯置いて、あ取れたわと思ってもう歩くじゃんね。そしたら携帯忘れてって、そこにでおじいちゃんゼンリーやっとったで、おじいちゃんに行ってじいちゃんゼンリーやってるわけよね。じいちゃんにゼンリー見て、あもうドブに置いてたわと思って、その後にじいちゃん家まで行って車でそのドブにあったところに見に行ったら携帯があったっていう。マジではい、ってことでたくさんコメント送ってくださった方ありがとうございました。マジ面白かった。面白いし、なんか面白いっていうよりなんかみたいなびっくりすることが多かった。今回はちょっと今日すっぴんなのは前回あげた動画でも言ったんですけど、肌荒れとかがすごくてメイクとかできてなかったんですけど、次回からはメイクができるように頑張ります。そしてあの動画でもたくさんニキビ治す方法みたいなのを教えてくださった方もありがとうございました。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。じゃあモアとモエでした。バイバイ、バイバイ。